秋葉原ラジオ会館の1階のカードラボさんのオリジナルパックスーパーボールオリパーを5パック買ってきました。早速ね、開封していきましょう。結構ね、おすすめのオリパンになります。さあ、1パック目まだ何でしょうかと。これね、自分でレジに持って行って、まあ自分でね、パック選べるようになってるので、まあ好きなね、パックを選べるという感じです。はい、行きましょう。ズンと。また多分3枚構成になってるのかな。一発目からなんか来てくれないかな。一発目からね、激アツなカード来てくれたらね、めちゃめちゃ嬉しいんですけど、さあじゃあ何でしょうかと。まあ1枚、光物が入ってると思います。じゃあ行きます。3、2、1、来てくれ、来い。おー、バルスワンダブルレアに、おレアとかコモンじゃなかったね。ダブルレアの私らが2、ダブルレアの、はい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 。まあ、低レートのね、ダブルレア3枚という感じですね。はい。外れでもね、コモンとね、レアじゃなくてダブルレアで入れてくれてるところが、まあいいかなと思います。はい。まあ、どうしてもね、当たりがかなり高レートになるので、外れはね、結構厳しめかなと思います。まあ、でも600円なんでね、チャレンジしがいはあるかなと思います。600円なんで。はい、じゃあ行きましょう。さあ、なんかね、グレイシアあたりも出てくれたらね、めちゃめちゃ嬉しいんだけど。さあ、じゃあ2パック目行きましょう。何かな。さあ、絞っていこう。来い。HR。お、トリプルか。トリプルレアでした。じゃあズンといきますね。3、2、1、ズズズン。おー、波乗りピカチュウにシャンデラトリプルレア、そしておお、すげえ、マジか。トリプルレア3枚セットで、まさかの波乗りピカチュウ VMAX 出てくれた、マジで。いやー、まあもちろんね、そんなに高額じゃない。まあどっちかっていうとね、低レートの方のトリプルレアになっちゃうんだけど、ちょっと欲しかったんだよね、ちょうど。めちゃめちゃ欲しかったから、まあオリパでね、当てたいと、ぜひ思ってたので、いやー、嬉しいね。これね、後ろに飾ってあるね、25周年のデッキケース、デッキシールとか、デッキシールド、まあスリーブにね、入れていきたいと思います。トリプルレア3枚入ってくれてるのは熱いね。いや、こうなるとね、本当にリピートしたくなるよね。こういう構成だと、本当にね、リピートしたくなります。なんかね、パクッとね、仕事帰りとかに1パック買うだけでもいいと思うしね、600円だったら。はい。じゃあ3パック目いきましょう。3パック目も何でしょうかと。3、2、1、ズズズズ。わーっと、ダブルレアか。はいはいはい。ダマゼンダ、ダギャラドス、そして多分次も、あい、ダブルレア3枚セットっていう感じでした。ストレージにパンパンにね、入って、出ました。どのぐらいのパック数なのかっていうのはちょっとね、どのぐらいのパック数だったのかな。まあ100パック、ちょっと待って、めっちゃ光ったね、今。待って、マジで今なんか、変な光り方したけど、今変な光り方したよね。ちょっと待ってね。マジで、ちょっと待ってね。これ変な光り方した気がするんでね。あ、違ったか。違ったか、レアか、あれ。レアの光り方か。1枚目のレアが見えちゃったのかな。あ、そうだね。これ1枚目だったんだね。ハガネールのレアでした。はい。あ、でもレアで、あれでも初めてレアできたね。初めてレアで囲まれてるっていうことは、なんか熱そうな気もするけど。さあ、今まではね、今までは、まあダブルレアだったりトリプルレアで挟まれてたのが、初めてね、レアで挟まれました。広角系を示唆してるのかどうなんでしょうか。いきます。3、2、1、ズー、ズー、ズー、HR、来い。お、SR 来てくれた。マジか。これは熱いね。これは熱いです。さあ、じゃあ今回ね、ここが一番熱くなるんじゃないかな。さあ、頼むぞ、SR。来てくれ。ボルトロスのレアと、もう一枚ここがレアなんでしょうと。さあ、じゃあ絞っていきましょうか。SR なんでしょう。3、2、1、ズー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 、最高、最高。斉藤 !SR 斉藤だったね。いやー、マジか。よー、来てくれた。マジかー。やっぱりね、光学系示唆してたね。これ確か飛行機でもね、大当たりの中にあったと思いますけど、今回やったね。マジか。いや、かっこいいね、やっぱり。もう、斉藤そんなに正直ちょっと狙いじゃなかったんだけど、まあ、レート的にはね、今回バクアドなんで、その600円だったらね、バクアドなんで、まあ大当たり枠1枚ね、無事引けましたね。まあ大当たり結構多かったからね、まあ来るんじゃないかな。なんかしらね、来てくれたら嬉しいなと思ってたんですけど、斉藤の SR。いやー、マジか。4パック目で来てくれました。ありがたい。ありがとう。ちょっとスリーブ早速、後で入れます。いやー、嬉しいね。まあなんかね、なんだろうね、この波乗りピカチュウの時の方が嬉しいんだけどね、正直。正直波乗りピカチュウの方がね、嬉しかったんだけど、まあレート的にはね、かなり今回の1番の当たり、斉藤で出てくれました。さあ、じゃあ最後ラスト行きましょう。今回はね、まあ、コモンで、挟まれてたら激アツかなという感じなので、ちょっとこっちからね、見て、レアかね、コモンを期待しますと。はい。レアかコモン来い。レアかコモン来い。あー、ダメかい。ザ・ダイジャ V のダブルレアっていうことは多分ダブルレア3枚セットかな。さあ、3枚目が無限大な V のダブルレアっていうことだったので、さあ、最後ね、ラスト1パック1。真ん中に、ね、挟まれてるのはおそらくダブルレアだと思います。そうだね、のダブルレアに、まあ、ダブルレア3枚セットっていう感じでしたと。はい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 。っていう感じだったね、今回は。はい、という感じでね、今回ね、スーパーボールね、オリパ600円のオリパなんですけど、まあ、結果ね、こんな感じで、まあ、SR1 枚にトリプルレア3枚。それからまあ、ダブルレアが1、2、3、4、5、6、7、8、9枚に、
レアがね、2枚ということで、まあ、レアね、2枚、これがね、来たら、まあ、結構高額なね、当たりが、期待できるんじゃないかっていう感じでしたね。まあ、これもね、中当たりっていう感じだと思います。外れでもね、まあ、600円なので、まあ、基本的にダブルレアは、まあ、3枚入ってるっていう感じのね、オルパでした。はい。僕はこれちょっとリピートしたいかなと僕はね、思います。よかった。まあ、やっぱラインナップがね、熱いし、一撃期待できるのがね、やっぱオリパのね、楽しさっていう感じなので、楽しめるね、オリパなんじゃないかなというふうに思いました。秋葉原のラジオ会館の1階のカードラボさんの自販機じゃない、普通のね、オリパでショーケースに飾ってあるので、ぜひね、皆さんももしやりたかったら行ってみてくださいと。はい、じゃあ今回ね、こんな感じでした。またじゃあ自販機ガチャ、オリパガチャ等でお会いしましょう。もしよかったらね、チャンネル登録の方もしていただけるとすごく嬉しいです。はい、こんな感じでした。またねー、バイバーイ。